宮崎役の日笠陽子です。あれ声私こういう声だよねすごいふわーってなるんだろう。こんばんは。合ってるよね。合ってるびっくりしちゃった。大丈夫です。元気いっぱいです。イエーイ。さてこの番組はテレビアニメロングライダースをより深くより遠くまで楽しむためにお届けするパラウェイウェイウェイ間違ってはないですよ。間違ってないです。パラウェイイェイイェイイェイなラジオコミュニティです。はーい。ラジオコミュニティ。ラジオコミュニティめっちゃおしゃれな言い方ですね。ラジオコミュニティってなんでコミュニティついたの？なんとなくかっこいいから触れなきゃよかったわなんかちょっと想像しちゃいますよね。こうライダーの人たちが集まるときはなんかこれコミュニティって言うんですよ。俺たちのコミュニティがさイエイイエイイエイみたいなファーロウェイしちゃうぜみたいな感じなのは私たちの脳内だけみたいな作っちゃったラジオフレッシュということで、はい、フレッシュってね大体みんなが聞くと、うん、このキュウリフレッシュだねみたいなイメージじゃないそうですね。でもこのねロングライダースにおけるフレッシュっていうのは、うんはいまあ、我々が自転車でこう目指していく、はいはいまあ、大会の一種なんですよねフレッシュって、ね、そうなんです。フランス語でやアローの意味らしくっていろいろブルペとかフレッシュとか自転車のそういう大会があるんですけど、うんうん、そんなフレッシュという自転車用語から今回我々のラジオのタイトルが決まりました。ちなみにフレッシュっていうのは、うん、1日にですよ、うん、360キロ以上走る走行イベントらしいです。360キロそうなんです。どのぐらいわかんない日本で言うと東京から300キロだと名古屋ぐらい仙台ぐらい下は名古屋上は仙台みたいな。東京から仙台って新幹線でも3時間かかんだぞ。そうですよでも1日その、まあ、24時間ありますけど寝ないでやるってことです。寝ないでやるの？寝ないの？人によっては寝ない。だからしかも360キロ以上ですからね。そっかもっともっと行っちゃうかもしれないってことですよ。秋田まで行くか。そうでもそうだったらファーアウェイイェイイェイイェイですよ。イェイ海越えて山越えて状態ですよ。本当にすごいね。まあそれがねどういうものなのかっていうのはアニメ本編を見てるとおいおいわかるかもしれないですね。自転車用語だったりそういう大会の名前だとさ結構難しい名前とかも結構ね出てくんだよね。そうなんですよね。まあそんなアミちゃんは自転車初心者だったりもしますんで、うんうん、そんなアミちゃんを追いかけつつ皆さんも自転車のこといっぱい知ってくださったら嬉しいなと思います。まあ、ロングライダース10月から放送されるということでもちろん我々アフレコもスタートしておりますけれど、はい、そうですね。どうアフレコ現場どうなんせほら私最初の方出てねえからそう今のとこちょぴっとですね今日もこのラジオ前にアフレコやってきたんですけど、うん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 、すごい早くて収録が終わるのがってことめっちゃ早いです。なんか一応5時間キープしてるんですけど、うん、3時間なく終わりますね。早いよね。すごいスピーディーでもともとさ、うん、ロングライダースってドラマ CD があってもキャラはみんなもうねそうできてるしね知ってるし分かってるっていうのもあるからかな、うん、1話からすごい家族感があるというか、うんうん、いろんなロケ行ったりとかドラマ CD ももう2年ぐらい？いやもう結構やってるよですよね。ドラマ CD 3、4はやりましたよね。折に触れてね収録もしてちょっとふわっとうんってね感じですけどロケ番組とかあったんだそうなんですよ。ロードそれ乗ってきちゃいました。ロード嘘仙台に行ってきました。本当に乗ったの？仙台じゃない宇都宮だ結構な差だぞじゃあ今さっき仙台って言ったからそう宇都宮東京から宇都宮まで自転車で行ったの？違うなんかこう新幹線で行ってそこから自転車乗りました。宇都宮は自転車の街なんですよ。なんで餃子じゃないの？いやなんかすごい自転車を応援している街なんですよ。そうなんだ。で毎年そういう競技が宇都宮の市内で、行われてて、しかもそういう自転車を応援している女性のチームのちょっとこうアイドルチックなこう応援しますみたいなあるんだ。そういう団体さんもいらっしゃったりして、そうなんです。それは単行本の何巻かにおまけで映像がついているので、ぜひまだご覧になってない方は見ていただきたいんですけど、アニメもスタートしたし、今度はみんなで行けるといいよね、そういうのにもね。そうですよ、ひよさんも。私はもういつでも伊豆だろうと北海道だろうとついてくぞ。今行きたいところを言いました。ロードは乗ったことはないの、私。体感が全然違います。なんかさ、怖い、足つかなそうじゃない？あ、つかないです。つかないよね、やっぱり。超ギリギリ、つま先がつくかなみたいな感じです。でもそれが正しいんです、ロードは。そうなの？うん。転びそうだね。でも、大丈夫なんです、意外と。本当、私ちょっとでも乗ってみたいから、ぜひそういうの企画してほしい。ねえ、このラジオとかでも、ラジオの中でもぜひぜひ。いろいろ夢膨らみますけども。ねえ。はい、今後はね、そういう展開を期待しながら、このラジオね、やっていけるといいですね。はい。まあ今回は第1回目ってことで、来週からスタートするアニメ本編と、あとはこのラジオでどんなコーナーやるのかっていうことをいろいろご紹介していけたらなと思っております。ということで、ロングライダースラジオフレッシュ、出発のお時間です。まずは10月から放送開始となるテレビアニメロングライダース、どんなお話なのか、こちらをご紹介してまいりたいと思います。まああらすじは今のところなんとなく分かってくださったかなと思いますが、5人の女子大生がロードバイクによるブルベの一種、フレッシュを目指す物語です。なんかさ、はい、大学生なんだね。そうなんですよ。それなんですよ。いや、絵柄がすごい可愛いのもあるしさ、結構その、なおが演じるあみちゃんも可愛い女の子だからさ、そうなんです。なんかあれ中学生だけみたいな気になるんだよね、見てると。私もドラマ CD でこれだけ長く演じさせていただいてて、まあ大体あみちゃんがいろんな失敗をしていくんですけど、その、漫画のデフォルメタッチの絵に合わせて、うわー、うわー、おいちゃん、うわー、ってやってたので、1話でこう大学生のシーンとかがあったりすると、おわ、キャンパスライフ送っとるみたいな。大学生だった。そうだった、そうだった。ってなるよね。そうなんです。まあ今とか MV とかもね、あ、MV じゃない、PV とかもありますけど、こんな感じの絵柄でございまして、まだ今紹介してませんけど、ひな子とかもすごいちっちゃい子だからさ。そうなんです。もうすごい、私がやってるさきちゃんっていうキャラクターが、一番年上ぐらいの、そうですよ。ふうに思ってたんだけど、ひなこと同じね、同級生なんだよね。大学3年生なんだよね。そうなんです。で、キャラクターの紹介とかもね、せっかくなのでしていきましょう。はい。じゃあまずは、倉田亜美、CV 遠山奈緒。これといって特技もない。ひどい説明文が。これといって特技もない。それを奈緒に言わすか。で、小柄で、運動音痴な大学1年生。まあ確かに、まあ特技もないし、あとも趣味もそんなになくって、何をやってもあまり長続きしないみたいな感じで、自分にあまり自信がない女の子だったんですよね。でもこう幼馴染の新垣葵ちゃん CV 五十嵐ひろみさんがすごいなんか才女で、運動神経も良くって、そんな友達がいると、あ、いいな、かっこいいな、みたいな憧れがあって、で、そんな、葵ちゃんがやってる、こう、自転車っていうのすごい今まで興味持ってたんですよね。そんなところから物語がスタートしていくっていう感じですね。さあ、そして、はい。大久保瑠美ちゃん演じる西条ひな子ちゃん、さっきも名前が出ましたけれども。はい。意外と先輩なんだよね。そうなんです。亜美たちと同じ大学に通う3年生。亜美以上にちびっこで。はい。金髪ツインテール。あ、かわいい。もうすごいノリがいいんだよね、元気な女の子でね。すごい亜美を導いてくれる、こう自転車の先生みたいな感じで、自転車ってこう、小柄な方が速く走れるとかそういうのあるんですか？足長い方が有利なのかな？あ、でもなんか、この間その、自転車屋さんが、アフレコ現場に来てくださってたんですけど、その時になんかこう、自転車欲しいって言ってるキャストもいて、どんなのだったら合いますかみたいな話をしてたんですけど、多分、体が大きい方の方が選べるその車種みたいなのが多くて、小さい子が乗れるのはこんな感じですみたいな感じで、いくつか種類も見せていただいたんですけど、やっぱりこの、車体のその、フォルムが小さくて、みたいなのが、そこまで多くはないので。そうか。海外メーカーが多いから海外の人の基準もあるみたいで、やっぱ大きい人の方が選べるのは多いんだね。はい。へえ。でもそんなひなこちゃんでもすごい自転車すごいいっぱい乗ってて、ね、ですごい先輩でいろいろ知ってて、みたいな、そういう先輩的ポジションの女の子ですね。そして同じ学年の一ノ瀬弥生ちゃん CV 黒沢ゆりかさんはですね、まあすごいウェーブヘアってグラマラスという、多分この5人の中で一番グラマラスなんじゃないかなみたいな。なんかこうぴったりした衣装じゃない、衣装っていうか、ああそうなんです。なんかこうユニフォーム？うんうん。だからね、こう結構なんかドキドキしちゃうよね。グラマラスだね。そうだです。背景だとね。そう、おっとりしてるからいい先輩だなみたいな。ね、なんかすごい癒されるよね。そうなんですよ。喋ってると。しかもさ、なんかCV の黒沢ゆりかちゃんも、すごいスタイルのいい方で。そうなんです。マイクにさ、ゆりかちゃんが使ってたマイクに入ろうとすると入れない。マイクの高さ的に。高さもそうだし。あー、確かに、この5人組のキャストも、ゆっかさんを除いては結構小柄な人が多くて、そういう子たちだよね、結構ね。だからアフレコ現場は4本マイク立ってるんですけど、1本だけポーンって高くて、あとはこうちびっこ専用みたいな感じで。そう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 。そして私が演じる高宮咲ちゃんは、まあひな子たちと同級生の3年生で、まあ黒髪のポニーテール、まあみんなのこうちょっとお姉さん的存在といいますか、同い年ではあるんだけど、こうやっぱ自転車の、まあ、プロじゃないけども、ベテラン並みの上手さなので、アミちゃんだったりとか、その初心者のアミを、こう、導くような存在でも、まあ、あって、まあ、かなりのオタクなんで、自転車オタクなんで、知識がありすぎて、いろいろこう、セリフが、その自転車の難しいセリフが多いイメージ。確かに。あと、こう、神出鬼没で、そうだよね、どこにでも現れる。こんなところ自転車で来れないよねー。みたいな話をしてるとシャーって自転車で現れたりする。そう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 。すごい本当に肉体もかなり鍛えられてる子です。ご飯もよく食べます。うん、やっぱカロリー使うんですね、きっと。すごいホームページに何よりご飯が美味しいしって書いてあるんですね。代表のセリフが。ね、アミは代表のセリフは何なんですか？あ、いい感じのセリフだよ。どこまで行けるようになるんだろう。エコーかかったねー。いい仕事するねー。生放送みたい。まあね、そんなこんなでみんなで、そう、いろんなところに行って、美味しいご飯食べたり、いい景色見たりするので、もうそれがどういう風にアニメで描かれるのかっていう楽しみがありますが、そんな美しい映像や音楽を作ってくださるスタッフの皆様をご紹介しましょう。はい。監督、吉原達也さん。うん。そしてキャラクターデザイン、ふつざわときえもんさん。ときえもん言いたくなるよ、これは。すごいお名前。すごい素敵なお名前ですよね。かっこいい。ときえもんさん。ちょっと吉原さんも若干ちょっと時代劇っぽいの、若干ね。ありますね、吉原さん。シリーズ構成、高橋夏子さん。アニメーション制作は、アクタスさんです。いいアニメになってくれてますよ、本当に。映像がつくとこういう感じなんだっていうのを私たちも改めてね、思っておりますが。はい。そんなロングライダースを彩ってくださる主題歌はですね、オープニング、レイさん。ハートキロメートルパーアワーということでね。これさ、このタイトル考えた人天才じゃない？めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛くないこれ。超可愛い。ハートキロメートルだよ。もう、ときめきの距離を走ってるわけですよね。もうちょっと。そうなんです。これが、このラジオのオープニングでも、ね、さっきかかってたよね。はい。もうロングライダースにぴったりの曲で、ね、ちょっと疾走感もあって、なんかこう素敵な景色に見たい。あ、流れてきた。もう映像が浮かぶ。脳内 PV がされてないけど。浮かびます。私ね、持論なんですけど、音楽を聴いて、オープニングの映像がなんか浮かぶっていう曲はいい曲。あー、想像できるっていう曲がいい曲だと思うんですよね。そうですね。今絶対キャラクターが一人一人出てきてますよね。そうなの。で、今、このタタンのところで、こう、なんか、こう、ちょっと、自転車止めて、みたいな。みたいなね。わかりますよ。違ったら笑える。いや、でもそれはやっぱりお一人お一人のこう、イメージがあって、浮かぶっていうのがいいことですよね。そう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 。エンディングテーマも言っていいのかな？お！そしてエンディングテーマもね発表されておりまして、はい、我々チームフォルトゥーナが歌うハッピーアイスクリームという曲になっております。はい、これもね可愛いんだよね。そうなんです。なんとねでもすっごい可愛いし歌詞 もうアイスクリームアイスクリームみたいな、うん、可愛い歌詞なんですけど、はい、なんと作詞作曲影山博信さん。あ大丈夫ですか？シャウトしなくて大丈夫。アイスクリームとかじゃなくて大丈夫かな？一瞬で溶けちゃった熱で。本当に。でも私も最初に影山さんが書いてくださるんですよみたいなのを、うん、伺った時にどんな曲になるんだろうと思って、ね、すごいロッキーな曲になるのかなと思ったら、ね、もう影山さん何でも書けると思って、ね、プロだよねさすがと思ってめっちゃ可愛い感じの曲になっていて、なんかいつか影山さんのライブで、うん、影山さんにも歌ってほしい。アイスクリームアイスクリーム。でも影山さんのかっこいいお声でこの可愛い曲を歌ったらどうなるんだろうっていうのは聞いてみたいです、ね、一ファンとして。そうなの、うん、なのでね影山さんファンの方もちょっと楽しんでいただける曲になりますので、ぜひぜひ、はい、楽しみにしていてください。ぜひぜひ、そんなテレビアニメロングライダースは10月8日より東京 MX 他で放送開始です。どうぞお楽しみに。ロングライダースラジオフレッシュ。テレビアニメロングライダースを盛り上げるために組み上げられたこのラジオフレッシュ、どんなコーナーで皆さんとつながっていくのか、そのあたりを解説していきたいと思います。じゃんけんぽんぽん、びくそもぽんぽん、あ負けた。そら後出しだったら勝つよね。ね性格出ますね。勝っちゃった。じゃんけんしましたね。はい、勝っちゃいました。なおさん後出しで勝っちゃいました。勝っちゃいました。じゃあこの番組のルールを説明しますよ。おお、はい。毎週私たちのどちらかがエアロバイクをこぎながらノンジャンルの普通なお便り、普通歌のコーナーをやります。うんうん、その名もおしゃべりブルベ。バイクを漕いで目標のカロリーを消費したら補給として美味しいものがもらえるそうです。目標達成ができなかったら、漕いでない方のパーソナリティ、番組進行していて、お便りを読んでいた方が補給として美味しいものをゲットします。え？なんかおかしくないですか？ちなみに今回の補給は、ちょっと待って。何どうした？だって漕いでる人がご褒美もらえるの分かりますけど、漕いでない人がご褒美もらえちゃう展開もあるっておかしくないですか？いいじゃん。ちょっと待って。でも今私勝ったから後から出した上に勝っちゃったじゃん。勝っちゃいました。そんななおさんには、はい、こちらご用意しております。これ何？エアロバイクです。さっき自分で言ったじゃないですか。エアロバイクって。こちらのエアロバイクになおちゃん今日漕いでもらいます。え、そうなんですね。まあ、でもいいですよ。なおちゃん漕いで、はいはい、でカロリーを消費できれば、はい、食べられますからね。今回の補給のおやつを。そうですよね。でもなおができなかったら私がよしおいしいっつっていただきます。うわー頑張ってこいますよ。なんだろう。今回の補給は千匹屋の自家製くり抜きゼリーをご用意いたしております。千匹屋、すごい。1回目からそうなの、超豪華でしょ。そうですね。でもゼリーだから割とカロリーはね低めで、うわ美味しそう。これだけってすごい。オレンジをこのままくっついて、中に器がね皮なの、もう丸ごとなの。すごい。それ何カロリーぐらいの？あれ80キロカロリーぐらいだそうですよ。大体の80キロカロリーぐらいのものを用意するよう頑張ってくれてるみたいです。なるほど。これは結構じゃあ頑張ってこがなくても80キロカロリーぐらいはいくんですか？どうなんですか？いや私もちょっとねこいだことないからわかんないですけど。じゃあちょっと今日は試運転みたいなね。お試しですからね。わかりました。こういうコーナーですっていう説明なんでね。それでは行ってみましょう。本日のブルベスタート。おらーおりゃ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 。なおが漕いでる間に来週からスタートするコーナーについておしゃべりしましょう。結構重いですよこれ。まずは一つ目のコーナー。ハンガーノックさんいらっしゃい。あ、いらっしゃい。そっちにしとけばよかった。踏襲していく。いらっしゃい。ハンガーノックとは自転車に長時間乗っていると起こる低血糖、つまりエネルギー切れ状態を指す自転車用語なんですね。血糖値ね、今流行りの血糖値ね、血糖値ダイエットとかありますけどね。ねえ、まあ、皆さんのね、まあ、エネルギー切れ、つまり立ち上がれない出来事を大募集。私たちが共感する応援したい状況だったら補給として応援の言葉やエールをお送りします。まあ、優しくしてやりますよと。まあ、例えばですけど、好きな人に渡せなかったラブレターを海に投げたら肩が脱臼しましたとか。止まってない？なおちゃん止まってない？いや、もう疲れちゃいました。これ、頑張って。ロードバイクはめっちゃ軽いんですけど、このエアロバイクは、トレーニング用なので、重いんだ。そこ負荷がかかるんですよ。結構重たい。結構休みじゃないと。ほんと焦げないです、これ。でも、カロリー80キロって結構でかいからね。そう、距離じゃないから。そう。こいだだけ。なおはなんかある？何が？聞いてなかったの？今説明してたじゃん。我説明したじゃん。何でしたっけ？だから、なんかこう、まあ、立ち上がれない出来事で。この間、私、現場で、泣いちゃったんですけど。誰だ？私が言いに行ってやるよ。違うんです。本当にもうどうしようもないことなんですけど、撮影があって、で、初めて行くスタジオだったんですけど、地図アプリに住所を入れて行ったにもかかわらず、住所の場所に違う建物があって、で、なんかその住所を名乗る建物が、なんか、建物が2つぐらいあったみたいで、で、その2つの建物の間を工事してたんですよ。私は、その建物に入って、見たんですけど、ものすごい臭くて、絶対ここじゃないみたいな感じになって、臭いみたいな。でも、もう遅刻してるし、もうどこに行ったらいいのかわからなくて、で、ほんと誰とも連絡がつかなくて、一人で路頭に迷ってね、そうだ、最終的にはマネージャーと連絡がついて、なんとかなったんですけど、もうそれで現場に着く頃にはもう不思議の国のアリス状態で、たどり着けないんじゃないかみたいな、ボロボロ泣いて、みたいな。東京都内でしょ？ 笑いながら泣きながら、おはようございますみたいな。あれは結構立ち直れなかったですね。結構リアルのやつだね。怖かったです。だって、住所入れたのにたどり着けないって。そうだよね。ちょっと夢の中にいるような気持ちになりました。なんか結構今の喋ったのでカロリー消費してんじゃないかな。喋った分もカロリーに、あれ加算されんのかな？入れてー！絶対されないよね。入れてー！じゃあ次のコーナーの説明いきましょう。2つ目です。あなたの知らない景色。下を向いてたら気づかない記憶に残る景色や忘れられない光景を募集です。記憶に残る美しい風景、忘れたくても網膜に焼き付くトラウマ風景、どちらも大歓迎。なお？はい。どう？これがある？え？いい景色ある？なんか。いい景色。いい景色？いい景色なんだよな。なんかあるかな。なんだっけな。忘れられないトラウマな景色でもいいよ。あります。なに。小学生の時に教室にオルガンが置いてあったんですよ。で、当時私、エレクトーンを習ってて、で、クラスの男子に、おい、トランマイ、エレクトーン習ってんだろ、なんか弾いてくれよって言われて、いいよ、なんかじゃあ、猫踏んじゃったでも弾こうかな、って言って、オルガンの蓋を開けたんですね。そしたら、鍵盤って白黒じゃないですか。そうだよね。開けたら、真っ黒で、で、何と思って、ちゃんと見たら、パッて、鍵盤の間に、その鍵盤上にいっぱいいたゴキブリたちが、ザッて入っていって、で、パタンって閉じました。びっくり、もう、全部真っ黒で、細いところもゴキブリって通れるんだな。次のコーナー行く。3つ目のコーナー、ロークライダースガイド。自転車で遠出してでも行くべきポイント、ブルベのチェックポイントとしておすすめの寄り道スポットを募集発信してください。江ノ島からちょっと鎌倉寄りにあるしらす屋は安くて激うまらしいです。チヨさんの元気がしらすを想像してください。ダメだ、私ゴキブリ島になっちゃう。ダメ最悪ですそれは。私長野県のお蕎麦食べたい。お蕎麦食べに行きたい、長野に。美味しそうですね。ここでさ、このロングライスガイドでさ、なんかいろんないいとことかいいお店とかこう紹介したらそこに行けるコーナーなんでしょ？ん？どこか連れてって自分の年間ミシュランを決めていくんでしょ？誰もいねえじゃん、なんでよ。誰もいなくなってんじゃないの？おかしいだろ。全く行きたいところがあったらね、ぜひぜひ皆さん送ってきてくださいね。さあ、このほかどのコーナーにも当てはまらない普通歌や自転車を始めたい人の素朴な疑問質問も募集中。ゲストに出演者を招く SP コーナーも準備してますので、どうぞお楽しみに。さあ、ここでタイムアップ。今回なおさん結構めっちゃお疲れモードじゃないですか。これ本当にラジオだから大きめにリアクションしとこうとかじゃなくて、本当にこんな感じです本当にリアルなやつ、めっちゃ足パンパンです。これはいい、我々にとってはいい運動になるやもしれませんな。もう太ももとか、あとお尻が痛くなるって本編でも言ってるんですけど。あ、そうなんだよね。ロードバイクって結構ね、硬めというかね、小さいしね、ずっと体重かかるとそうなんだよね。お尻痛いです。大丈夫？すごい。でも、大丈夫？めっちゃ頑張って、まずは80キロカロリーっていうのがどんなもんなのか、わかんないんで。お水飲む？ちょっと飲みたい。そうなんです。目標値は80キロカロリーなので、その80キロカロリーを消費しているのかどうか、発表したいと思いますよ。はい。なおの消費カロリーは、どんなですか？ 77 キロカロリーですこれ一番悲しいやつやで。これ結構頑張った結果です。結構頑張ってたよね。本当に結構頑張ってました。これさ、しかも喋ってたしね。しかもさ、まだこれがさ、30キロカロリーですってなったらさ、まあそっかーってなるけどさ、このギリギリの、あと3キロカロリーかよみたいなところで達成できないの悲しいね。うわー、これ食べられないんですか？食べられるわけないでしょ？いやさー、そんな、かわいそうな顔しながらそんなこと言っちゃずるいですよ。ダメですよ。すいません。ということで、本日の補給千匹屋の自家製くりぬきゼリー、私いただいちゃいますね。すいませんね。美味しそうだわ。いただきます。美味しそう。なあちゃんお疲れ。ね。お疲れ。あらこれキンキンに冷やしてくれちゃってね。あら。これ運動後に食べたら絶対美味しいんだな。食べよう。ラジオで伝わらない。めっちゃ美味しい。これはもう丸ごとみかんですわ。蓋だけでもください。蓋ならいいよね。オレンジの蓋だけでも、香りだけでも。めっちゃ爽やか。ちょっと返して。なんで？返して。俺。ナスラも噂によるとこの蓋のね。お汁をキュッてかけると美味しいらしいの。えいあ、ほんとだ。お汁か、出てきたお汁。蓋のとこだけはちゃんと身が詰まってるんですね、本物の。あ、じゃあこの、絞りかすの蓋あげるよ。ひどいだ。あんまりですよ。あ、でも絞りかすすら美味しそうな匂いが。あ、どうですか？違います、やっぱ。もうみかんが、暴力。私もしかしてみかんに生まれたのかもって感じです。なんてことだー。美味しいねこれ。ということで、こんな感じで、あ、でも楽しいいいコーナーですね。まあ、ということで、おしゃべりブルベでした。皆さんからのメール待ってますよ。放送情報です。テレビアニメ「ロングライダース」は10月8日より毎週土曜、東京 MX、サンテレビ、KBS 京都22時30分から、BS11 は深夜3時30分から、ATX は21時から放送開始です。なお、ATX ではリピート放送が毎週日曜25時、火曜13時、木曜29時より放送です。バンダイチャンネル他にて10月8日より毎週土曜22時半より順次配信開始です。原作情報です。原作ロングライダースは毎月27日に一人社より発行されているコミックレックスにて連載中です。コミックスは7巻まで発売中です。音楽情報です。オープニングテーマのレイさんが歌うハートキロメートルパーアワーは11月2日発売です。初回限定版にはミュージックビデオがついてきます。エンディングテーマの私たちチームフォルトゥーナが歌うハッピーアイスクリームは11月23日発売です。各ソロバージョンも収録されています。その他の情報はアニメ公式サイトをご確認ください。お送りしてきましたロングライダースラジオフレッシュ。この番組では皆さんからのお便りを募集しています。お便りの投稿はテレビアニメロングライダース公式サイトにありますラジオフレッシュ番組メールフォームからお願いします。いやこれはすごいワンクールが始まりますよ。本当だね交互にねやっていけるといいけどな。毎回これなおなのかな。そんなうっそいや、それは、そんなこと、交互かな。いや、ひよさんだって小汚いですよね。私、大丈夫。ジムで、存分にやるわ。いや、ジムでお金を払わなくても、こうやってラジオやって、パーソナリティとしてギャランティーをいただきながら、自転車でトレーニングもできちゃう。なんか、言いくるめ方がうまいね。分かったよ。先輩。私の言いくるめられる感じ分かってきたじゃん。先輩。勉強させていただきました。いやー、でもね、第1回目ということでね、まあ今回はね、まあメールだったりの募集だったり、コーナーの紹介だったりをしてきましたけれども、どう皆さんついてこれそう。いやでも本当に皆さんに参加していただけて、なんかこう、ね、成立するコーナーというか、そうなのよ。もう本当に自転車初めての方も多いと思うんですけど、自転車好きなんだ、聞いてっていう、その、行くべきスポットとかっていうのも、みんなでこう情報交換できるのがすごいいいなと思って、なんかさ、そのアニメの中でも言うんだけど、こうね、漕いだ後に食べるご飯と飲み物は美味しいみたいなことすごい言ってるんだけど、まだちょっと実感できてないです。漕いだ後に美味しいものを。そうだね。本来その予定だったんだもんね。でもね、そういうのをね、情報交換してね、みんなとね、いろいろな、もう食べたいよね、みんなとね。食べたいね。あとさ、次はもうひよさん。次はね、そう、私も、やりたいと思うんですけれど、なんかさ、私たちやっぱ結構東京にいることの方が多いからさ、こういろんなさ、地方のもう自転車スポットみたいなのとかってなかなかこうね、知らないことの方が多いからね。そうですね。それこそ、あみちゃんたちがこう今までのお話の中で行ってきたところのこう聖地巡りじゃないですけど、ね、一緒にこう体感もしてみたいですしね。ぜひぜひ皆さんからのお便りお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、本日はこの辺で、お届けは倉田亜美役遠山直人、高宮早紀役の日笠陽子でした。またねー。こんにちは、倉田亜美です。この春、幼なじみの葵ちゃんと一緒に自転車を始めました。全速力であの橋を渡り、「10月から放送開始。